もらったり、あシールとなんだっけリップのサンプル今見せれないよと、あとこのゲームなんだっけクレーンゲームで2人ともゲットできた缶バッジ、あとはいろいろ試してリップが塗れたりゲームできたり、ゲームやってこよう、ゲームまだやってないからゲームやったりと、いろいろできるシャネルのポップアップストアに来ました。前回はカフェになってて全然違う雰囲気だったんだけど、今回はゲームセンター風でめっちゃ可愛い。帰ってる。なんか去年もああいうポップアップストアやってて、ここカフェ無料で誰でも行けてすごい楽しいイベントだから、シャネルのコスメ好きな人はすごいいいと思う。全然時間なくてパッて行ってパッて帰ってきてご飯だけ食べて本当あそこだけ行った感じで、これからミヒ幼稚園だから迎え行ってそのまんまなんだっけフラダンスに行くから、あとね雨がめっちゃ結構土砂降りで降ってきて、もう髪の毛ボッサボサだし化粧もヨレヨレだしいろいろ大変だった。お土産もねまた後で写して多分どっかの動画にはめ込みます。いただきありがとうございました。運転しててごめんなさい。この動画が良かったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。